じゃあ次は排水の仕組みをやってみたいと思います。これがトイレと仮定してください。家の中にあるトイレ、特にこういうのがあると思うんですが、それがこうマスっていって、トイレとかの先についてます。外すとこんな感じ。それでトイレまで配管をつなげていきます。こんな感じです。簡単です。これによく立ち上がってるんで、これに便器を入れてしまう。家の排水はこういう感じで、単純にこれだけで成り立つ。そうするとで、こっちに出てきた。ただ、なんと勾配だけ2センチ下げて、これ1メーターだとしたら、ここからここまで2センチの段差をつけた。するとスムーズに流れていきます。で、勾配がなさすぎても、逆にありすぎても流れない。勾配が強すぎると汚物を運ぶ前に水が流れていっちゃう。まあトイレが多いんですけど、こういう構造になってます。だから大体汚物を流したらこの辺で詰まることがあります。一体上がるんですとか、いろいろなものはこの辺が狭いんで、この辺でつかかって詰まります。シノマスっていうのもある、古い家だとあるんですけど、このつなぎ口とかで枝とかが入ってきちゃって、それで詰まったりします。この中で詰まるってことはあまりありません。排水の仕組み終わります。